がおら。津市の皆さん、こんにちは。自転車です。津市相生町自治会長事件、田辺元会長がね、裁判終わって執行猶予で釈放されて、それでね、田辺自治会長、元自治会長のリベンジが始まってるそうなんですね。で、加藤議長がね、なんか書類送検されて、次回はね、選挙出ないらしいんですけども、まあ、これも多分田辺会長リベンジだなっていうのは気づいてる人が多いと思います。それがですね、最近ですね、今度はなんか他の何人かのね、市議会議員がね、刑事告発されてるんですよ。なんか市議会での発言が名誉毀損だとか言って、それでなんか警察署に呼ばれてね、なんか事情聴取されたっていう話が出てますね。まあまさにリベンジですよ。で、大体そういうのはね、まあそれぞれ多分弁護士の方が対応してるので対応方法ってわかると思うんだけど、名誉毀損って言ったってこんなものでね、刑事事件にはまあまずならないですしね、民事にしてもね、まあ田辺さんが勝てるかどうかわかんないし、勝てたとしてもとても割に合うとは思えないので、自身ってこれはもう単なる嫌がらせだろうっていうことになると思うんですね。その名誉毀損っていうのは、まあ明らかにこうね、虚偽であるようなことを言いふらしたとかですね、あとはまあ事実であっても公共性がない場合は名誉毀損になるっていうようなことになるんだけども、ただ今回の件ね、田辺さんやったことっていうのはもうそれこそもう津市の市政を揺るがす問題でね、で財政にも関わることだしね、それはもう公共性がありまくりなわけです。その中でいろいろ議論として出たようなことをですね、いちいち名誉毀損って言ってたらね、この事件自体ね、もう議会で取り上げることもできなくなっちゃうんで、そんなものをね、まず名誉毀損だって言ってね、警察が取り上げて、で、事件化するっていうことは、まあちょっと考えられない。だからね、まああと民事で訴えられたとしても、まあ事実だし、公共性があるから名誉毀損でないっていうふうに、まあ堂々と主張すればいいし、まああとは逆に訴え返してもいいんですよね。逆になんか嫌がらせをしてきたっていうふうに言ってね。こっちも対処するのにお金がかかったって言って、逆に田辺さん訴えてもいいと思うんです。ちなみに自転車には何にも来てないですね。まあなんか来たら、まあ事実だから名誉毀損じゃないし公共性があるって言って、まあどんどん反論して、まあ法的措置取るんだったらこっちもまあ逆に法的措置取ろうとは思ってるんですけどね。思い出したのがですね、実は僕も書類送検されたことがあって、もうだいぶ前の話なんですよね。こんなものが来るんですよ。検察庁から呼び出しが来るんですよ。で、それで、まあ、行って、まあ、検察で、その、事情聴取されるっていうんですよね。どんな感じかっていうと、まあ、検察官と、まあ、あとは事務員の人がいて、まあ、検察に聞かれたことを話して、それを事務員の人がパソコンでね、打ち込んで、報告書を作るっていうような感じなんですよね。検察官の方が言ってたんだけども、やっぱね、弁護士からこうやって検察に告発が来るとですね、一応はね、書類作らないといけないんで、みたいなこと言ってましたよ。これ、起訴される場合っていうのはね、つまり刑事裁判になる場合は、当然本人にそれは通知されるんだけども、ちょっとね、日本の制度として不起訴になった場合っていうのは、本人に通知する制度っていうのはないそうなんですね。だから、まあ、何ヶ月かして検察に電話してくださいって言われたんで、電話したら、不起訴ですよって、それで終わりなんです。だからね、書類送検とかね、なんか刑事事件とか、なんかそういうことを言うと大げさに感じるかもしれないけども、結局ね、その賢い人はね、弁護士使うんでね、そうやってなんかね、こう大ごとにしようとするんですよね。で、まあちょっとこの辺ね、僕もちょっと申したいことはあるんだけども、やっぱこの不起訴の場合もちゃんと通知するっていう制度を作った方がいいと思いますね。あと不起訴になった場合ね、やっぱ検察が理由説明しないっていうことがね、よくあるんで、やっぱそこは法律でちゃんとね、不起訴の場合もちゃんと通知して、不起訴にした理由っていうのを説明するっていうのがですね、やっぱり、その司法機関にもね、このアカウンタビリティというかね、なんか民主主義国家なんで、説明責任というものをですね、最大限、こう果たすようにというような、そういう法制度は作った方がいいんじゃないかなと思いますね。で、この名誉毀損とかね、侮辱とかね、なんか厳罰化しようっていう話があるけども、まあ前の動画でもちょっと触れたけど、結局はね、やっぱ弱い立場の人が損をすることになると思いますよ。やっぱ法律ってね、それを知ってる人の味方っていう面があるので、本当に悪知恵の働く人はね、最大限、その、名誉毀損だとか侮辱罪とか、そういうの法律を最大限利用してね、人を黙らせようとしてくるんで、で、それで、なんかね、
痛い目を見ちゃうのは、それは弱い立場の人ですよ。もう強い立場の人はそれこそ弁護士使ってね、ガン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 言いたい放題言うし、で言われたら逆になんか名誉毀損だったの痛い手を黙らせようとするっていう、まあね、そういうことになるんじゃないかと思います。ということでね、今あの津市のね、元自治会長のリベンジが始まりましたよっていう、まあ、そういうお話でした。